ルくんちょっと皮膚がねちょっと荒れてきちゃってるから今日病院行くからね。パパが帰ってきたら病院行こうね。オッケー。はい、じゃあエルくんは準備ができましたのであとはパパだけですね。パパ来るかな。エルくんおやつ、パパ内緒でおやつ食べようか。内緒だよ。はい、はい、ただいま。エル君頑張ったね。今日ね、病院でもらったシャンプーと保湿ね、やろうね。一旦ね、ちょっとパパとママ夜ご飯まだだから食べたらね、じゃあお散歩行こうね。ね、エル君、じゃあお散歩行こうね。行きましょうね。はい、じゃあこれが今日病院にもらったシャンプーだけどね、エル君の泣き声聞こえてるけど、体重によって量が違うんだよね。うん、エル君 3.6 キロで3キロから5キロの子が10ミリリットルから15ミリリットル。じゃあ早速作っていこうか。はい、15ミリリットルだから15グラムだね。シャンプーするよ。まずエルくんを磨きます。はい、頑張らね。シャワーの時さ、いつも耳がさ鳴るよね。そう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 、シャワーの温度はワンちゃんは35度がいいみたいなので35度にしてます。うん、めっちゃ泡立ってるね。うん、泡立ちいいわ。ママの手作りエリザベス。うん、クリアファイルで作りました。手先が器用ですね。エル君、もうちょっと頑張ろうね。頑張ろうね。エル君、そしたら10分これで待つからね。
頑張ろうね、エル君。頑張ろうね、薬剤ね、浸透させるからね。じゃあ10分後、洗い流しましょう。はい。なんかね、怖いね。うん、大丈夫だよ、エル君ね。大丈夫よ。かわいそうに震えちゃってね。うん、大丈夫、大丈夫。うん、うん、うん、分かった。うん、大丈夫だよ。怖い。エル君、残り3分。もうちょっと頑張ろうね。頑張ろうね。なんか10分って、こういう時の10分って長く感じる。長いよね。エル君もね、辛いよね。頑張ってるね。納得いかないね。納得いかないね。怖いね。ね。なんか泡がさ消えてってるね。浸透してるのかな。うん、かな。いいね。ちゃんと聞いてくれればいいけどね。うん、はい。じゃあ10分経ったね。はい。じゃあ洗い流そうか。流します。ね、セイ君頑張ったね。頑張ったね。もうちょっと頑張ろうね。はい、行くよ。じゃあエル君ね、シャワーから上がったから今から保湿していきましょう。はい。でこれが病院からもらった保湿液。はい。で薄めて使うんだよね。そう。これで、はい、じゃあやっていきましょうか。やっていきます。よし、これでスプレーしてきます。ういっ頑張らない。そう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 。これちょっと観葉植物用のやつなんだけどちょっといいかもしれない。すごくいい。いいです、いいです。連続でね、でもなんかあの先生もさ、うん、100均で売ってるようなスプレーでって言ってたからさ、いいんだよね。そうそうそう、頑張ろうね。ゆっくり、あー、ごめんね。逃げちゃうよね。薬剤だ、保湿剤だ。触った感じどう？保湿されてる感じある？うん、わからない、なんか濡れてるって感じでもなんか、うん、濡らしてあげてって言ってた。頑張ろうね。どうか触ってみて。うん、いいんじゃない。大丈夫かな。そう、ちょっとね、こういうおはげちゃんがね、治るといいね。おはげちゃん。エル君、お疲れ様。頑張ったね。じゃあ最後おやつあげようか。ね、よっさりしてください。おさわり。おさわり。あら、そうそうそう。待てよ。おさわり。くね。よし。じゃあこれからね、ちょっとあの先生に言われた通りシャンプーと保湿をちょっと続けていって。
で肌の調子がねどうなるか分かんないけど、で、まあ、またねしばらくして病院行って、ね、ちょっと見てもらうっていう感じでね、エル君良くなるといいね、頑張りましょう。もともとね肌が弱い研修だけどね、これからもこういうことあると思うけど、エル君頑張りましょうね。